核止めを11月8日から1942年6月6日は日本の海軍軍人。空母、飛竜艦長としてミッドウェー海戦で戦死し、1階級特進で最終階級は海軍少将。1893年11月8日、熊本県八代郡、松高村に生まれた。核が生まれた8ヶ月後には日清戦争が勃発し、 小学校高校学年の頃には日露戦争も起きている。二つの対外戦争を挟んだこの時期、日本海軍の軍備も急速に強化された。また、各の故郷、松子村は八代海に面した場所にあり、海との関わりも深く、彼が海軍兵学校への入学を志したのも、当時の世相や生まれ育った環境を考えれば自然な、なり行きと言えるのである。 熊本県立八代中学校を卒業後、1911年9月に海軍兵学校42期に入学する。18歳での入学は、やや遅く受験では苦労したようで、入学席時も入校時120名中98番である。しかし、卒業時には席時も117名中43番まで上がった。しかし、海軍での出世は、 兵学校卒業時の席次が重視されるのである。外交官、各道をあにい。八代中学2年に在学中、有明海に練習艦隊が入校したのを見て、感激したのが契機で、海軍士官を志願した。1914年12月、海軍兵学校を卒業。その後は、艦隊勤務を経て1917年12月に、海軍法術学校普通科 1918年5月には海軍水雷学校普通科で学ぶが、同年12月に航空実学生となる。1926年11月に海軍大学校講師を卒業。同期生には柳本龍作、高木総吉、白石万流、大杉森和良らがいた。すべてが召喚へ進級した珍しいクラスだった。同年12月に、 海軍少佐に任官された後の1927年12月には、霞ヶ浦海軍航空隊教官、翌年12月には、海軍航空本部総務部部員兼、関西本部総務部第一会員となる。航空畑の士官として、本格的にキャリアを身につけていくようになり、1938年12月に、千代田艦長に就任し、艦上機の運用を実地で経験する。そして、 太平洋戦争の開戦が間近に迫った1941年9月には、矢野四蔵大佐に代わって、飛竜の四代目艦長を拝命。飛竜は山口多門少将が率いる第二航空戦隊に所属し、総流と行動を共にした。ちなみに、太平洋戦争開戦前後の時期、第二航空戦隊の機関は総流で、飛竜は二番艦であった。飛竜と 核は新設された世界初の空母機動部隊である第一航空艦隊の一翼を担い、この頃にはすでに新珠湾攻撃を想定した訓練に明け暮れていた。山口は搭乗員にもう訓練を敷いて人殺したもんまると搭乗員から呼ばれていた。地味な印象の核とは交代称であるが、なぜかこの荒烈な猛将とは馬があったようである。核は山口の指揮のもとに 太平洋戦争の初戦を戦い、飛竜は、花々しい戦果を上げ続けるに至り、ミッドウェー海戦前には、第二航空戦隊機関が、総流から飛竜に移された。機関が移された理由は明らかではないが核から、山口に、飛竜の乗組員が寂しがるからたまには飛竜を機関に、してくれと言ったという話もある。こうして迎えたミッドウェー海戦でも飛竜は三空母が、次々に被弾。 炎上する中で生き残り、アメリカ軍空母ヨークタウンを戦闘不能に陥らせたが、飛竜は艦載機を使い果たし、アメリカ軍艦載機から急降下爆撃を受け、飛行甲板に4発の爆弾が直撃して大破炎上する。機関出力も低下して、ついに飛竜の最後を悟り6月6日午前0時15分、総員退艦を命じる。そして、 各は司令官の山口と共に大官を拒否して、官と運命を共にしたのであった。四十八歳坊津。この様子は、北連造の戦争が、帝徳の最後にも描かれており有名である。つは、物の疲れ、甲府月よなりとは、各が作した俳句である。環境から夜空を眺めるのが好きだったという、彼は、戦の中でも月を題材に、数多くの句を読んでいる。 飛リは剣雲による雷撃処分を受けたが、すぐには沈没せずに翌朝にも洋上に浮かんでいたことが偵察機により確認されている。あるいは最後の瞬間まで、核は環境で月を眺めながら風流に俳句を読んでいたのかもしれない。ありがとうございます。